どんなお花なんでしょうね。噂によると花びらが光ったりするらしいぜ。わあ、それは楽しみですね、イオちゃん。え、そうね、まあそんなに珍しい花なら一度ぐらい見ておいてもいいわね。おい、みんなこっちの方見てだぞ。はーい、今行きます。たく、あんなにはしゃいじゃってルニアもまだまだお子様ね。ってあんた、ちょっと待ちなさいよ。こういう時はレディーファーストでしょ。綺麗な景色ですね。そうね、思ってたよりはなかなかやるじゃないの。で、その珍しい花ってのは一体どこに咲いてるのよ。さあな、オイラも詳しい場所までは知らねえな。見たところそれらしい花はないですね。やれやれ、もしかして誰かの作り話だったのかもな。ちょっと待ちなさいよ。ここまで連れてきといてそんな簡単に諦めないでよ。あ、おい、いいよ、待ってって。なんでこんなところに女の子が。一人でお昼寝でもしてたんでしょうか。こんなところでか。ちょっとあんた、こんなところで寝てたら風邪ひくわよ。目を覚ましたみたい。ねえ、大丈夫？私はイオ。イオ。そうよ。で、こっちが私の仲間。はじめまして、ルリアって言います。オイラをビーってんだ。あと、こいつがオイラたちの気空団の団長だ。ルリア、ビー、団長、気空団。一度に言われても覚えられないわよね。で、あんたの名前は？私の名前？そう、名前はなんて言うの？名前、私の名前。え、まさか自分の名前が思い出せないとかないわよね。どうしたのよ。魔物、私が倒す。なあ、ちょっと一人じゃ危ないわよ。誰が膝をついてよい。誰が膝を
ちですね。ここならソフィーの手がかりが見つかるかもしれないわ。うん、見つけられるといいな。よし、じゃあ早速探しに行くか。って、一体何を探せばいいんだ？ソフィーのことを知ってる人がいないか探せばいいのよ。このままじゃ拉致が開かないわね。どうしましょうか。思ったよりも大きい町みたいですね。まだ行ってねえ場所はあるけど、闇雲に歩き回っても時間が足りねえな。私は大丈夫、いくらでも歩けるよ。待って、私にいい案があるわ。ソフィーらしい情報はあったか？オイラの方もそれらしい情報はなさそうだな。お、どうした？誘拐犯だって？こりゃまた物騒だな。ねえねえおじさん、この女の子に見覚えない？こんにちは。お、見覚え？悪いけどないね。そうですか、ありがとうございました。待って、お嬢ちゃんたち、安くしとくから少し見てかない？え、本当ですか？ちょっとルーリア、私たちには用事があって。ねえソフィー、じこれ綺麗。もう少し見るだけだからね。うん、少しだけ。ねえねえおじさん、もう少し負けてよ。いや、いくらイオちゃんの頼みでもこれ以上は負けられないな。え、お願い、3人分も買うんだからいいでしょ。ね、仕方ない、イオちゃんの笑顔に免じて今回だけ特別だよ。このイオちゃんにかかればこれぐらいなんてことないわ。三人でお揃いですよ。うん、つかない。ほら、私に任せて。ありがとう、イオ。なかなか似合ってるじゃない。あ、分かってると思うけど、このことは3人だけの秘密だからね。うん、秘密。さあ、聞き込みを続けるわよ。一通り当たってみたけど、やっぱりダメだったか。大丈夫ですよ。もしかしたら B さんたちの方に何か進展があるかもしれません。うん、そうだね。ほら、心血細胞してないで、何か甘いものでも食べて元気出そう。甘いもの食べてみたい。
どれも美味しそうですね。あ、ソフィーちゃんは何にしますか？私は、迷ったら三人で別々のを頼んで分け合いっこするのもありね。うん、そうする。あ、いたいた、お嬢ちゃんだね。あなたは？あ、申し遅れました。私はこの町の探偵でね、お嬢ちゃんたちがこの町で人探しをしてるって耳にしてね。そうだけど、探偵さんが何の用なの？実はね、私の依頼主が紫の髪をしたそのお嬢ちゃんらしき人を探していてね。え？私を？そうなんだ。それで事務所まで一緒に来てほしいんだけど、どうかな？うん、行く。ソフィー、ちょっと待って。その依頼主についてここで詳しく教えてもらえるかしら？こっちも守秘義務があるからな、ここでは話せないんだよ。いいよ、私会ってみたい。どうしましょうか。まだ B さんたちとの待ち合わせには少し時間がありますけど。わかった、話を聞くだけならいいわ。おい、こんなところで何油売ってんだよ。掲示板にもソフィーの手がかりはなかったぜ。君たちは？って、こいつどこかで。誘拐犯じゃねえかよ！な！え？どういうことですか？いやいや、さっき尋ね人の掲示板でこの誘拐犯の張り紙を見たんだよ！動くな！大丈夫。はっ。このクソガキが、てめえら全員まとめてぶっ殺してやる。みんなは私が守る。無茶しちゃダメ！あんたも手伝って！どうですか？出た姿も！この勝利、すべてはおね！ねえ、ソフィー、もうさっきみたいな無茶はしないって約束して。どうして？どうしてって、ソフィーが怪我したら困るからよ。イオは私が怪我したら困るの？そんなの当たり前でしょ。友達なんだから困るに決まってるじゃない。友達？私とイオは友達なの？そうよ。そんなことわざわざ説明しなくてもわかるでしょ。友達、私とイオは友達。
人形劇をやるみたいですよ。お、せっかくだから少し覗いてみるか。人形劇って今それどころじゃ。昔々あるところにリチャードという名の王子がおりました。リチャード、あ、ソフィーまで。もうしょうがないわね。リチャード王子は幼い頃から王位をめぐる争いに巻き込まれ、いつしか周りの人々を誰も信じることができなくなっていました。そんなリチャード王子にもある日転機が訪れます。隣国を訪れたリチャード王子はそこである運命の出会いを果たし、とある木の下で固い友情の誓いを交わすのです。リチャード、友情の誓い。これは今より数百年前に起きたリチャードとその友達をめぐる友情の物語。数百年前。ねえ、リチャードは今どこにいるの？え、あ、リチャード？そうだね、さすがに死んでるかな。そんな、リチャードはまだ生きてる。ちょっとお客さん、商売の邪魔してもらっちゃ困るよ。ごめんなさい。ちょっとどうしたのよソフィー。確かめに行かなくちゃ。ソフィー、落ち着いて。私たちも二人を追いかけましょう。ったく、ソフィーのやつは急にどうしちまったんだ。私が会わなくちゃいけないのはリチャードだ。リチャードは死んでなんかないよ。わかった、ソフィーがそう言うなら私は信じるわ。私、リチャードに会わなきゃ。なら会いに行こうよ、そのリチャードってやつにさ。何暗い顔してんのよ。手がかりが見つかってよかったじゃない。ありがとう。でも、どうやってリチャードに会いに行けばいいのかな。危ない！イオ！大丈夫。ただのかすり傷よ。おい、二人とも、今魔物の声がしたぞ。イオが私をかばって。イオちゃん、大丈夫ですか？私は大丈夫。それより、この魔物を片付けるわよ。誰が膝をついた？
リーちゃんに勝とうだなんて。イオ、怪我はもう大丈夫？お、心配ないって。あんなかすり傷なんてもう治っちゃったわよ。よかった。そもそもソフィーとあそこで出会ったのが全ての始まりなのよね。そこに行けば何か思い出せそうな気がする。今度こそ手がかりが見つかるといいですね。まあ、もしソフィーの記憶が戻らなくてもさ、その時はこのままずっと私たちと一緒にいればいいんじゃない？別にあんたが良ければの話よ。無理についてこなくてもいいのよ。ありがとう、いいよ。おい、みんな先に行くぞ。リーさん、待ってください。おっ、はい、いよ、大丈夫？私は大丈夫。これは一体何か大きな力を感じます。二人とも急ぎましょう。あれは私たちの世界の魔物。ソフィー、どうしたの？今全部思い出したの。私はこの世界の存在じゃない。どういうことなの？私はここじゃない別の世界から来たの。別の世界？うん、世界を闇に包んだ友達のリチャードを止めて、世界を救うため、私はみんなと王とバロニアの地下神殿で世界が闇に包まれる前の過去へ飛ぼうとしていた。その時空転移の途中でみんなとはぐれてここに流れ着いたんだと思う。そうだったのね。イオは私の話を信じてくれるの？そんなの当たり前じゃない。見てください、あの星小獣が。
このままじゃオイラたちも吸い込まれちまうぞ。私が止める。ソフィー、でもあの星晶獣を倒したら元の世界には。私の目の前で誰かが傷つくのはダメ。もう誰も傷つけさせない。ソフィー、一人で戦っちゃダメ。今度は私がイオを守る番だ。お願い、ソフィーに力を貸して。誰がが心配してるよ。うん、でもまだみんなに何も。そんなのいいから。ソフィーがいる世界はここじゃない。あんたの世界を救うんでしょ。うん。ほら、何ぼーっとしてんのよ。早く行きなって。わかった。みんな、私もう行くね。それじゃあ、さようなら。さよならは言わないよ。そっちの世界が落ち着いたら、また会えるって信じてるから。うん。ありがとう、イオ。ありがとう、みんな。それじゃあ、またね。これでもう大丈夫です。やったな、ルリア。ありがとう、ルリア。私もソフィーちゃんの力になれてよかったです。ん？この辺じゃ見かけない花だな。花びらが光ってますよ。おいおい、もしかしてこの花が噂の。
ったね、ソフィー。